全国の名城を紹介する日本城祭り2022が明日から常滑市の愛知スカイエキスポで始まります。見どころなどについて会場から相澤アナに伝えてもらいます。相澤さん、お願いします。はい、こちらはご存知名古屋城ですけれども、私たちが普段目にしている姿とはちょっと違うんです。実はこちら空襲で焼ける前の名古屋城を再現した模型なんですね。今とはちょっと窓が小さいようですね。これは気づかない。さて、明日から始まります日本城祭りですが、現在会場は搬入作業の真っ最中です。ほとんどのブースがまだ準備段階なんですけれども、このイベント、お城の魅力にさまざまな形で触れることができるんです、お城に関係する学芸員によるお城の話ですとか、参加型ワークショップをはじめとした、精巧な模型の展示、それから巨大地震で消えてしまった幻の城の発掘調査をしている隊員のトークショー、さらには地酒やお土産が買えたり、それからお城を訪れるともらえる御城印がお城に行かずこの会場で手に入ったりするそうです。これですね。そしてこちらは愛知県内にあるお城のことをパネルを使って紹介しているコーナーです。こちらは国宝犬山城ですが、犬山城には魔除けの瓦なるものがあるそうです。こちら、はい、桃が乗ってるんですね。これで魔除けになっちゃうということですよ。そして愛知県といえば家康と信長ですが、この2人にまつわる城も詳しくパネルで解説されています。そしてお城といえば出ました、忍者です。華麗なる立ちさばき、目にも止まらぬ早技、力強いつばぜり合い、よけた。おー、そして後ろで受けました。お見事です。服部半蔵忍者隊のお二人です。拙者は夕凪の前者。拙者陽気者の三平者。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推参。はぁ、はぁ、決まった。お二人はですね、普段名古屋城でおもてなし武将隊と一緒に演舞をされているということですが、今回はあちらに見えるステージにも立つということなんですよね。さようにござりまする。我らは2日間迫力のある演舞を皆に届けてまいる。それだけではない、罠前殿。さようにございまする。お城に関する玄人、いわば専門家たちによるトークショーもござります、はい、クリス・グレンさんもいらっしゃるということです。楽しみですよね。なお、この日本城祭りですけれども、感染症対策として来場者登録というものが必要になります。しっかりと感染症対策をしてお越しいただきたいと思います。以上、日本城祭りの会場から中継でお伝えしました。アクロバティックすごいですね。相澤さん最後ちょっと避けてましたからね。日本城祭りは明日からです。はい。